マージャン百古大東は、橋本俊二による日本の漫画作品。週刊少年マガジンにて1990年、第21.22合併号にて読み切り掲載され、後に1991年から1992年までマガジンスペシャルにて不定期連載された。単行本は、全2巻、全6話。驚異的なマージャンの強さを誇る。 マージャン白古隊の隊長である、神崎東の活躍を描いたマージャン漫画。一見シリアスな作風ながら、高等無形な場面設定や、登場人物の描写が多い。マガジン掲載当初は、読み切り作品として掲載され、以降、設定をわずかに変更した上で、同社のマガジンスペシャルに不定期ながらも、正式に連載されていた。現在までに単行本が2巻まで刊行されている。 観行本第2巻の最終話において第2巻終わりというクレジットと共に次回への伏線が貼られているが裏表紙に全2巻と印字されていたり、巻末のコミックス紹介ページにおいて絶賛完結シリーズに分類されていたりする。時はまさに麻雀の勝者が敗者を支配するという乱世の時代、麻雀戦国時代を迎えていた。麻雀によって 全国制覇をもくろむ組織、麻雀鬼神連合を通称、スズメキ連は、日増しに勢力を増していた。全国の高校は、麻雀の勝敗によって、主従関係が作られ、敗者は動物以下の扱いを受けるようになった。麻雀に負けた者、借金を返せない者は、男は木に吊るされ、女は、スズメキたちの慰み者にされた。スズメキ連の勢いは、とどまるところを知らず、 すでに全国の高校の7割が、その支配下に置かれることになった。しかし、スズメ記連の野望を打ち砕くため、かつて、腐敗伝説を誇った最強のジャン子集団、マージャン百古隊が今、立ち上がる、隊員スズメ版東の使用するマージャンの技。相手の得意とする戦術を逆手に取り、オーラスで劇的に、大逆転し精神的ダメージを与えることを目的と、する手役である。 そのため、現実にあり得ない、高等無形なものがほとんどであり、実践では到底使えないものばかりである。ありがとうございます。